どうもこんにちは高博ですさあ今回もね、えー、ちょろっと雑談をしていきたいと思ってますあのー、健康マウントを取ってくる人何なんでしょうねっていう話ですまあでもね僕も一時、あの健康を目指さないやつなんて終わってるみたいなふうに思ってたんですけど、まあ、今は全くそう思わなくなりました 中にいますよね。あの、健康であるからすごいとか、あーね、食生活をこう極めてる人は、ね、え、そんなもの食べてんのとか、添加物の入ったものなんか食べられないみたいなね、ことを言う人もいますよね。まあ一応僕も動画を配信してる立場から言うと、あのね、なんか一般的には健康な生活してる風に思われがちなんですけど、まあ、ですし、まあ実際してるんですけどね、あの健康に気をつけるようにっていうのはしてるんですけど、 じゃあね、あの言われたのが、あの何のために健康を目指すのかっていうところなんですよね。で、そこに行き着いた答えが何かっていうのが今回の話なんですけど、それは何かっていうと、あの不健康になることをするために健康になるっていうのが自分の中で出ました。まあ、僕もあのお酒飲んだりとかしてワイワイするのですね、結構好きなんですよね。朝までわーっとしたりとか。あ旅行行ってね、もう夜中、 友達同士と肩組んでウェ、えーみたいな大きい声出してってあす遊び方が好きやったタイプなんですよね。そうそうやし、こう例えばねあの明日休みなんですけど、えー、その休みの時に、えー、そうですねこう前日には僕はお酒をまあお酒ばっかりやな <laughs> ビールを買ってでまああの普段はねあのなんかこう細々としたあの粗食を食べてるんですけどあの休みの前の日だけ思いっきり こう食を楽しむみたいなことをやったりするんですよね。まあみたいなんで、えー、結局ねそうなんですよ。あの健康はなぜやってるのかっていうと不健康なことをするために頑張ってんだなみたいなふうに思いました。そうそうだからねあのー、まあ病気にならない程度にほどほどに元気であればいいなって。 思ったので、なんかあの、健康であるから偉いみたいな、そういうマウント取ってくる人って何なんだろうなって、なんか何のために、健康になってんのかなっていうのをすごい思いますよね。なんか、健康になるために健康になってるみたいな。な目的がないというか。健康はあくまで、やっぱり手段なんですよね。自分の人生をこう良くするための手段なんですから、自分がこれでいいんだと思ったらそれでいいわけですよ。なんか、 うちの,あのお父さんもよく言ってました。もう、俺はもう、なんか腎臓潰れようが肝臓潰れようがもう、タバコと酒飲めたらもうそれでええ、みたいな。<laughs> そんなタイプなんであ、やったらもうそれはそれでいいんじゃないかな、みたいな思うし。だってそれは本人が選ぶ人生ですからね。そうそう。だから、ね、あのなんか、もうほんまに思うんですよ。健康マンを取ってくるやつってなんなんやろな、っていう。はい、っていうのが今回。 えー、最近 SNS の動画を見てて思ったたことでしたあなたはどうでしょうかあなたにとってその健康というのは何を目指すために、えー、こうやっていることなんでしょうか毎日普通に幸せに笑えることがいいのでしょうかそれともゴルフの成績を上げたいことなのでしょうかあ僕と同じようにただただあのダラダラしたこう不思だらな <laughs> 酒の飲み方をするっていうことが楽しくて健康を目指しているのでしょうか、まあ、もし何かあったら教えていただければと思います。はいということで、えー、今日の雑談でした。